どうもこんにちは。今回はですね、ストレスの解消方法というテーマでお話ししようかなと思うんですけども、私の場合、ストレスの解消方法って非常に単純でですね、ま、あの、映画を見るんですよね。面白い映画って結構あるでしょ。で、昔、すごく好きだった映画をもう一回見るっていうのもあって、大体ね、映画を見るとね、映画とかね、あの、テレビ番組を見ると、ストレスって消えるんですよね。なんか忘れられるっていうよりも消えるんですよ。そういう意味で言うと、 お酒を飲んでねストレスを忘れるっていう方法はありますけども酔いが冷めた後っっっってててやっぱスストレスって戻ってくると思うんですよ私映画の場合はねなんかねあの全然なくなるんですよねなんかいろんなおわだかまりとかねあとお風呂に入るのもいいですねだからそういう自分の気持ちのリセット方法をいくつか自分の中に持ってると非常にね気持ちの切り替えが楽かなとあとおいしいものを食べに行くっていうのもありますよね 近所の回転寿司とかあるんで、そこに行ってね、お腹いっぱい食べると、私の場合8000円ぐらいになるんですよ、でも、<laughs> お腹いっぱい食べると。ですんで、私の好きなのね、イカとかを中心に食べると、まあ、安く済むかなっていうところで、イカは一皿ね、一番安い、100、2、30円とかね、150円とかですからね。まあ、でも、このイカもね、なんだか最近あんまり取れなくなってきて、この前ね、タコが入荷がありませんでしたって日が続いたりとかして、あ、軟体動物がなかなかなくなってきたのかなと。 で私、イカがね、高騰すると、だからね、困るんですよね <laughs>。あとは焼肉か。焼肉はね、でもね、なんかね、さすがにね、胃に持たれるんですよね。うん、なんかね。だからあんまり焼肉、行くぞって気にならないし、あとラーメンもそうなんですけど、ラーメンもね、美味しいんですけど、やっぱ太るでしょ。で太るのを気にしながら食べると、あんまりこう、のびのびと食べられないんですよね。だからやっぱり、お寿司かな。お寿司はなんとなくね、 なななんか太らないような気がするるんんででですよでも結局太るんでしょあれお寿司のお米ってサクサクサク入るけどもでも茶碗にね何杯分とかになるじゃないですかあっという間に、うん、で私の場合はねやっぱ10皿ぐらいは食べるんですよどんなに軽く見積もっても10皿食べてもまだ足りないからまあ15皿とかになって20皿はさすがにね食べられないんですけどもねまあ食べること映画を見ることお風呂入ることぐらいかなうん まあちょっと若い頃はね、まああの、若い女の子と遊ぶみたいなのもあったんですけども、最近はもう奥さん一筋なんで、そういうのはないですけどもね、うん。皆さんどんなストレス解消法を持ってるでしょうか。また一緒に話し合えたらと思います。それでは失礼します。